thank you こんにちはこんにちは本当お久しぶりで申し訳ございませんありがとうございますあの日本維新の会の藤田文武幹事長にインタビューをさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやなんかもう私そっちゅう藤田幹事長の名前出してるんでなんかずっと出てるような気がしてたんですが実は申し訳ございません一年ぶりのご出演ですありがとうございますなんか選挙を勝つたびに出てるそんなことないんですはけど今回はあの大躍進おめでとうございますありがとうございます はい、まずは手応えというところからお聞きしたいと思うんですけれどもこれあのメディアはですね統一地方選挙で、まあ、我々が目標を達成したということとそれからかなりあの大幅にあの上振れして達成したので、まあ、躍進というふうに結構書いていただいたんですけど、まあ、内実は結構よな戦いだったんですよねでそれはあの大阪は確かに鑑賞と言っていいほどたくさんの議席をお預かりしましたが、まあ、そこからこう関西圏ぐらいまでは奈良の地位選挙 あ。<laughs> それからら和歌山の保選挙<ー>まあここぐらいまではではすね相当この勢いがですね、うん、やっぱ大阪から発せられた勢いが伝播しましたけれども、まあ、あの一歩関西を外に出るとですね、まあ、相当落選者も出しましたし、うん、あの特に関東圏の前半戦はですね、まあ、やっぱり相当厳しいまあ戦いだったので、まあ、あのかなり踏ん張ってくれた全国で本当に踏ん張って踏ん張ってっていう結果がまあこれに至ったんじゃないかなというのが、まあ、一応今の現在地の関の ですねはい、じゃあこと細かくお聞きしたいんですが大阪関西の外に出たっていうのは大きいと思うんですが、うん、東京はものすごい勢い勢だっと思うん、んですが、はいはい、東京はもと、まあ、ポテンシャルがあって、うん、まあこれまでなかなか非常に厳しいであとその地方議会ではトミー・ファーストさんもね、うん、あのいわゆる第三局という意味ではいらっしゃったんで、まあ、かなり厳しかったんですが今回はあの相当チャレンジするということで候補者をたくさん擁立しました。 あの擁立目標はもう少し多かったんですけど、まあ、そこまでやっぱり降社擁立が進まずということもあって勝率が逆に良かったんですけど、まあ、70名弱の当選者を67かなあのぐらいの当選者を出せたんで、まあ、相当かなりあの空気が変わってくるというのが一つとで僕はあの結構この評価してるのは、まあ、埼玉も千葉もそうなんですけど。 神奈川が結構頑張ってくれてお<ー>神奈川はあの前半戦の政、うん、霊市が3つあるんですよね、はい、横浜川崎、うん、相模原っていう、ね、あとあと県会これがあの前半戦のかなりあの注目度の高い戦いだってで。 神奈川は、まあ、最初から3四4 0人ぐらい通せたらっていう読みではあったんですけど、うん、そあの70人を超える東京よりも出したんですよ <laughs> でそれで半分ぐらい、まあ、ちょっと残念ながら落選はしたんですが相当数の議員を初めて送り込むことができて神奈川県っって元々地方議員3人ぐらいいしかいなかなたんですよでそれが今40人弱ぐらいまで一気に増やせたんでこれはあの結構あの大阪関西以外の地域を勇気づけましたね。 ううチャレンジする政治っていうのが非常にまあ僕たちの今回の戦いのまあ勝因というか良かった点だと思いますね。うん、いやまあ東京なんかだと繰り返し選挙なんか見てると、うんはい、なんかみんな上位で受かってる感覚があるから。そうですね。あのまあ逆に言うとですね。あの上位で通るということはあのたくさん票をいただいてると。うん ということはもう一人出せたんじゃないかともこうなるわけで、まあ元々でも一人の方がいい二人の方がいいってなってたのをいや二人出そう三人出そうって言って、で僕はねあのたくさん出すと確かに友倒れする 可能性もあるじゃないいでですすか、はい、でそれは候補者怖いんですただ僕ちょっと東京とか神奈川にお願いしてたのはあの我々ってやっぱり割と統率の取れた組織だし、うん、どの議員もやっぱり、うん、自民党ってすごい幅広いじゃないですかだ、はい、からみんな自由気ままなんですよ首長も。<laughs> でも我々はやっぱり改革で結構その政策を重視してるしでそこに共感して集まってくれる人が多いのでかなりこう統一した訴えをするんですよ うん、でそれは非常にいいことで分かりやすいしでそうした場合にあの僕が結構これを言ってたのは選挙戦略上ねたくさん擁立するとみんな切磋琢磨する、うん、でその上で例えばあの自分が渋谷区に住んでたとしてあの渋谷区だけで生活してないじゃないですか、うん、隣の,なあの近くの中野区とか港区とかにこう行くじゃないですか仕事でもでそうするとこっちで見た緑のジャンパーの維新の会が、うん、駅の向こう側でも頑張ってて、うん、そしてみんなひたむきであると。 だからそれどこでも維新の会が一生懸命頑張るというそういうやっぱりこの都内全域で頑張ろうよと県内全域で頑張ろうよっていうそういうことをまああのお願いしてたんですでそれはあの非常に良かったんじゃないかなというふうにまあ上位で受かったということはもう一人出したんじゃないかというお話。 繰りり返の選挙って人しか投票できないんで、うん、票割りっていうものはやれ、うん、読めないまま、まあ、頑張ったら勢いいいがついたってううこと、うんうん、そうですねあの票割りができない中で公明党さんみたいに、ね、きれいに割るということができない中で、はい、票割りをするにはどうしたらいいかというと切磋琢磨すするしかないんですよね、うん、<laughs> とにかく個人個人が活動量を上げるとでそれって個人にもいいし全体にもいいんですよねみんな切磋琢磨で。これやっぱり あの当選がまあ計算上かなり確実に近いという選挙,ががの選挙区に当たるとですねやっぱ人間だから活動量って落ちるんんですよみんなだからやっぱり選挙を厳しい選挙をこうくぐりくぐっていくと市民の声を聞く数もやっぱ増えるし訴えする数も増えるとまあこういうシンプルなことをまあとにかくこの上昇気流でやろうというのがまあ今の今回の結果につながったんじゃないかなと思いますね。 まあ東京はいろいろ見ましたけど、うん、やっぱり若い人女性とまあ中年・高年の方っていうキャラクター分けをしてたのかなっていうんうん、これねあのキャラクター分けをするほど僕らも余裕がある方ではなく偶然、まあ、とにかくたくさん立てようとう。 いらっっしゃった方で、まあ、もちろん落選されてる方もいるんですけどあの選考時点で落選されてる方もいるんですけど、まあ、とにかくあの改革精神があって維新の会にちゃんと共鳴してくれるでしかもまあやっぱりこう自分で戦える気概がある人をどん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 用意しようっていうことなのでなんかあの こういうキャラクターとこういうキャラクターを組み合わせてみたいなことを意識して選考するほどですね。<laughs> そこまであの揃ってないところ、まあそんな余裕があったらもう一人足せますね。ということですね。はい、まあこの号の子だとすごい検討したということです。はい、これはかなり厳密ですね。いやこれもこれはねあのまあ神奈川の代表である金村龍奈さん、はい、あの大義士ですね。それからあの。 参議院議院員の松沢さん、はい、このお二人が相当擁立に頑張って頂い,いてですね、うん、あのいろんなところからさまざまなキャラクターの人を、まあ、スカウトしてきてで積極的に立てていったとで神奈川は実は擁立ががと進むのが早かったんですよねこれはあの金村さんにもまあお願いしていて早くどんどん発表していってくれとそうすると他の地域もあ俺たちも頑張らないとい。 道府県間のまを生まれて、まあ、ここが一番だったと思いますであの神奈川は従前からやっぱり中選挙区の,あのいわゆる前半戦の政令市の選挙県外の選挙これ非常に厳しい選挙区で、まあ、大体3人区から7人区ぐらいまでの幅なんですけどね、まあ、そうするとやっぱり当選確率もまあ必然的に厳しい状況なので、まあ、みんな相当必死にやってましたね。 だから若いメンバーも多かったですし、まあ、すごいあの質のいい候補者さんが多かったっていうのがやっぱりここまででたあの要因じゃないですかねなるほど <laughs> いや東京神奈川はかなり細かくお聞きしたのは、うん、やっぱり関西以外の都市で勝てる政党になれるのかなっていうところの試金石として見られたと思うんですけど千葉の補選に関してはいかがですかは、まあ、従前から非常に厳しいといとう状況は、うん あのまあ報道関係者からも聞いてたりあの世論調査でもまあ,あったんですけれどもまあでもあの私たちはあの千葉ではあの別選挙区ですけどあの衆議院議員を誕生させていただいてまあやっぱりあの拠点にしていくべきあの東京に近い都心部に近い選挙区でありますからまあここはとにかく選択肢を示してどこまで追いつけ追い越せでいけるかっていうことを一生懸命やりました。あの 岸野君っていう候補者は非常にガッツのあるねあのキャリアも非常に面白いあの慶応大学の慶応ボーイなんですけど <laughs> あの出身の子でまあ,あのこれはあの実は彼には、まあ、あのこの後も言いましたけれどもとにかく一回で諦めんなと、うんまあ、次も含めてあのもう見据えて頑張れということを言ったんですけど、まあ、彼もその気になってるんで、まあ、私も一回落成経験があるんで分かるんですけど。<laughs> まあ、あのこれは負けやなってもうあかんなと思った時点で終わりなんで、うん、とにかく、まあ、自分の訴え我々の維新の会の訴えを信じてうん、一人お一人支援者を増やしていくということを、まあ、これからやっていけば僕は道は開かれると思いますね十分あのこれだけ野党が乱立した中でもですねあの票をいっていただけたんで。 これは胸張っってていいと思ってます、うん、で群馬栃木のような、うんまあ、都市部じゃない、うん、普段だったら取れないような地方でもに <laughs> 大変ありがとうございまのはそれから栃木に至っては県外議員の選挙でトップ当選させていただいてこれはかなり栃木ってやっぱり私たち維新の会の、まあ、拠点みたいなものが、まあ、ないかった地域ですから、うん、まあやっぱりあの、うん 大久保さんっていう候補者は参議院に出た候補者だったんですけど、まあ、非常に活動量も相当やってくれてましたし、まあ、私たちにとってはかかなななり勇気づけられる結果だったんじゃないいと思いますね、うん、愛知は残念愛知はやっぱりねこれが一番のやっぱりこう勉強になったなというところで、まあ、河村市長とまあ ある種切磋琢磨で全く別で独自でやりましょうと言ったのが今回初なんですね。うん、でそれでやっぱ川村さん強かったんでまあ僕は結果もう潔く完敗を認めざるを得ないなと思うんですが、うん、あの一方で1人通ったんですよ、うん、でその一人はあのこれも非常に厳しい選挙区だったんですけど大島君っていう非常に若いあの。 あのいい候補者だったんですね、うん、でこれが頑張ってここだけ勝ち上がれたんですけれどもで相手は実は減税日本の団長さんを経験された重鎮の方を倒して、うん、あの上がったんで、まあ、こういうこの地道に訴えをして、まあ、候補者がとにかく一番活動量多かったらは間違いないんで、まあ、活動量でまあ真摯に訴えをしていけば、まあ、全然橋にも棒にもかからない ととといいいうここははないということは証明した,したんで一定結果残せたんじゃなないかなとは思いますただあのー、まあ4年前にこのような形でバンとぶつかっていってたら、うん、今回は違ったかもしれないけど、うん、今回は、まあ、まあ完敗しましたけど4年後はこれだけやった奇跡っていうのがやっぱ残ってるんで4年後は同じようにやっぱり自前でもう一度チャレンジしに行ったら全然違う結果が出るというふうに思いますけどね。 はいまあ、全国政党への足がかりはできたというでね。はいはい、後でゆっくりまたお聞きします。藤田幹事長は中期 中期計画を立てて、はい、その通りやっているとそうですね中期経営計画っていうのを去年の三月の党大会で発表しましたはい、はい、いやもう中期計画を立てて、うん、まあ次の選挙では高校まで行く、うん、その次ではみたいなことを立てている政党でなかなかなかったと思いますので,そ,です、ね、そのことを知らない人多いと思いますまた後半でお聞きしたいと思います、はい、さてあの政策に関しては二つ大きな話をお聞きしたいんですが、うん、まああの一つ目は 皇位継承問題に関して藤、うん、田幹事長が中心となって、うん、まあ本当は全会派があの意見書を出すことになっているのに、うん、維新の解散しか出していないってこれは有識私たちは有識者会議の報告書を頂い,いて、はい、でそれで両議長に呼ばれてですね衆参の。うんで まあしっかりと意見集約をしてくださいという宿題をいただいたというのがまあ我々の認識でま他党も同じだと思うんですけどねまあその上でまあ党で勉強会を開いてまあ一定のまあ自分たちの意見を表明したと。これはまあなんか普通に考えてですね めめちゃめちゃゃゃなな姿勢じゃないですか、はい、それど別にこの公進に限らず当たり前のことだと思うんです政党、はい、の責務として、うん、まあ皆さんその他の政党はやられてないとだから今年の,あの予算委員会でもですね、うん、少しちくりとやったんですけど、はい、まあ特に自民党さんについては 1>,、うん、なんか1回か2回なんかやったらしいんですよ、うん、そういう座組でね、まあ、形だけでも何も集約する気もないというところについては、うん、まあ私は本当無責任だなというふうにまあ思いますしまあ立憲さんとか 共産党さんんがやらななないのは、まあ、なんとなくわかりますけど、まあ、自民党の責任政党としてまあちょっと情けないしそういう実情を一つの問題に対する向き合い方っていうのを、まあ、やっぱりもうそろそろ国民の皆さんにも見透かされていくんじゃないかなというのは思います。でも一方でなんか文句言ってるだけじゃダメなのでやっぱり自民党の心ここある人たちにも呼びかけてですねそれから立憲民主党の中にも、まあ、例えば あの野田元総理のようなまあ良識ある方もいらっしゃいますしいろいろ呼びかけながらですね超党派の座組みが作れないかということをまああの模索しているということで何かあの前に進められる受け皿がやっぱり必要なんじゃないかなというふうには思っています馬場代表のもあも各党で協議会やりましょうということを呼びかけられて国会で,でしたけど動いてますこれね いまいちスムーズには動いてないんですが、うん、まあ今はまだ地ならしの段階ですね、うんはいまあ、この問題いやこれ特に強調しておきたいんですが、うん、藤田幹事長が主導されてですね「先例に基づいて議論するべきであって勝手なことを言うべきではない」とあれは本当にありがとうございます、うん、えいいいとんででもないです。 あのーまあ、多分国会質疑でこの5年ぐらいで言うと多分僕が一番取り上げてると思うんですけど、はい、やっぱりねあの冷静に議論すべきだしでこの有識者会議の報告書っていうのは、うん、いや結構僕は心配してたんですけどどういうものが出てくるか、うんはい、非常に質の高い、まあ、いわゆる妥当な あの報告書が出てきたのでこれはあのすごい良かったなと思ってまあだからそれがせっかく出てきたんだからまあ我々も冷静に受け止めてまあ,あんまりこの問題についてはこう騒ぎ立てる問題じゃないのでうんあの非常に冷静なテンションでですねあの他党にしっかりとこう 訴えかかかけけててい、はいいくくう語り穏やかに話しましょうと。<laughs> という感じですけどね。なんか立憲の一部の人がそうですねだからそういうのに乗ってしまうと、うん、まあよくないというか何事も感情的になるとよくないし特にこの、まあ、国家の根幹に関わるようなあの問題についてはやっぱり冷静にだからまあわって言われたらさっと受け流すと、はい、<laughs> いうことで。うん はい、したいなとはい,、ね、いうものの国会質疑で言うべきことは言っていただいて、うん、菊江親睦会について取り上げていただいた藤田先生だけですけれどもこちらのパネルを見ていただけますでしょうか、これ、あの菊江親睦会というものがありまして、平成6年に101名がご出席されたもので、これ、あの実際に出版されておりまして、これはあの有識者会議の資料としても提出されているもので、ホームページ上で公開されているものであります。 昭和二十二年の皇籍離脱の際、皇位継承権を持ちの男子皇族が三十二人中二十六人もいなくなってしまうことに対する不安やご心配も各所からあったと拝察申し上げますが、昭和天皇はこの十一宮家の皇族の方々が皇籍離脱されることに非常に、非常に難しい心情であられたということもお聞きしております。そのような行き説もあったからでしょうか、昭和天皇は旧宮家の方々を非常に大切にされ、 皇石離脱後も、菊英親睦会等を通じて旧皇族の方々と親しく交流されてきたと伺っております。かつて、親しみを込めて、ヒゲの殿下と呼ばれた三笠宮様、インタビューの中でこのようにおっしゃられています。皆さんが意外とご存じないのは、我々現職の皇族と旧宮家の方々は、すごく近しく付き合ってきたということです。 このようにまあおっしゃられているわけでありますがこれあの菊英親睦会っていうのはあのこれ、えー、と平成6年に109名の,あの現皇族の方それから あの、旧三宅の関係のあのご親族の皆さんとかが集まってですね。あの定期的にこれ答弁でこれも初めてで、5年に1回ぐらいの頻度でされていて、はい、で、実は宮内庁がこれのまあ、お世話係をしてるんですよ。はい、ちゃんとだから把握してるんですね。宮内庁さんも、うん、なんか？あれはやっぱり各所から評判がありましたね。だから、まあ僕がいろいろ申し上げたいなと思ったのは、やっぱりその。 あの皇室のまあ歴史に整合性整合的かどうかということということとそれから現在もやっぱりそのいわゆる血縁関係それからあの今のご皇族と旧皇族のそういう交流関係っていうのがあの非常に密に行われていてかなりその今民間におられる旧皇族の皆さんもそれを意識してその 生活をされてきたっていう歴史もあるし、うん、まあ、そういうことって国民の皆さん、あんまご存知ないと思うんですよね。うん、で、そういうものの奇跡っていうのが、ちゃんとあの積み上がってるんだよ。っていうことは、まあ、お伝えした上で、それもやっぱり判断の一つ、うん、判断要件の一つだと思うんですよね。だから、あの何かあの全然知らない人がいきなりポンと現れて <laughs> た。またまそのうちに生まれた方がいきなり現れても受け入れられない。みたいなことを。うん、あの、まあ、私らも。 あの仲良くさせてもらってる山尾詩織さんがねおっしゃられて、ね、私は山尾さんは素晴らしい人だと思うけどここの意見は全く逆なんですけどねそれも感情的にならず冷静に、まあ、山尾さんは山尾さんのご意見があると思うんですけど <laughs> まあ我々はこういう考えで国民の皆さんに、まあ、知っていただくというそういうことも大事だと思うんで、まあ、国会のわざとテレビ入りかなでやらせていただいたんですけど。うん は、いま、藤田幹事長のその質疑の意義は旧皇族と言われる方々は単なる一般国民ではありません。うん、ということをね。そうですねあの強調させていただければと。本当にありがとうございます。あの質疑はあんでもないです。はいで、次にですね。政策に関して大きなことの2つ目で憲法改正について。はい かえが見違るるよよううににななん憲法論できそうですね。でも、あんまりやりすぎると、あの、猿や蛮族やと行われる。いやいやいやあの、例の憲法学者の方、いつの間になったんだというところで。憲法学者の方。実はチャンネルクララではフリークが多いので、大人気なんです、逆の意味で。まあ、エンタメとしては面白いです。はい。もう本当、エンタメ人気ナンバーワンの、あの、自称憲法学者の方は、私が一緒に行った ごかあれです真面目なお話いたします、はいはい、やっぱりあの話の前提として、はい、もう憲法を国会で論議させないこと自体が今までの国会での誤典派だったのが、ね、あのち維新さんのおかげで、まあ、国民さん有志の解散とですけれども、うん、あのちゃんと議論ができるようになったとっいう声はよく聞きます。うんうん もともと私初当選した時は11人しか衆議院議員がいなくて、まあ、憲法う審査会を開きましょうと馬場代表が1人ずっと踏ん張って打っておられたけどもほとんど無視されていて。うん、まあ自民党も他の法案や 他の委員会運営、国会戦略上かなり優先順位を下げてきて、うん、ほとんど開催されてこなかったと、うん、であの私らが,、まあ、あの私,が私はあの途中で来たあの補欠選挙組でしたけど、うん、2017年から21年までの任期の中でだいたい50回ぐらいしか開催されなかった、うん、あの憲法審査会が約1年弱の間に50回開催され、うん、まあそれぐらいこう、まあ、議論が進んでいったという、うん、まあそういうこのまあ 当たり前のことをですね、まずやろうっていうのが。 当たり前のことをやるためにあの踏ん張ってたステージがあったわけですずっと数年間でそれがやっと当たり前のことができるようになってでそこから議論が具体的に進んでまさに本当にこの1年は画期的というか憲法9条のことも憲法審査会でオンラインで全ての全世界の方が見,られ見ることができる中で議論がされそして緊急事態条項もそうだしオンライン国会もそうだしまあそういうことが表で議論され国民の皆さんに ちゃんと見ていただけるという場がまずできたっていうのは一歩前進ですね。うん、で、そこからはあのこれ岸田総理も憲法改正を任期中にやるとで、この間数日前ですね、あの憲法改正本部かなんかにあの自民党の来られてあの変わらず任期中に必ずやると決意表明されて帰ったらしいですけど、うん、まああのもしかしたら僕はやるんじゃないかなという風にちょっと泡息態をね持って見てるんですけれども、であるならば 何の,項目で何の条文であの訴えるをご提示させてもらうか国民の皆さんにご提示させてもらうかという項目の話とそれからスケジュールこれを決めていこうということなので,で我々にできることっていうのはやっぱり自民党を動かしていくということなので今回さっきお話しだいたような。 国民民主党さんとそれから有志の解散と、まあ、2党1会派でですね、うん、ちょっと一緒に、まあ、3つの集団があの一緒に束になって具体的な案をまずテーブルに載せると。 これまでどこもやれなかったチャレンジを一つやってですね、うん、でそうすると、まあ、向こうは嫌だと思います自民党はもうすごい煙たい感じでもうプレッシャーかけんといてみたいな、うん、感じを受けますがでもあのやっぱり有権者の皆様には見ていただけるし、うん、まあ実際に憲法審査会の場でテーブルに上げざるを得なくなるので、まあ、そういうふうにして進めていきたいなと思うんですけどねでも煙たいって言われたって自分でやればいいじゃない,いや本当そうなんですよね、うんまあ、だか。ら情けない話で、うん まあ,あ,のあんまり非難するつもりはないんですけどまあ憲法のちょうどもうゴールデンウィークですから憲法の集まりが各所でいろいろね行われるじゃないですかまあ皆さんねイベントでは勇ましいこと言うんですよ皇室のこともそうだし憲法のことも皆さんね本当イベントだったら勇ましいこと言うけどでも粛々とやるべきことをやるっていうことをまあ僕らは小さい生徒だから簡単だろと言われればそれまでなんですけどまあ僕はあんま関係ないと思っていて党内でそれを もういかに政治家なんだから政治力を使ってでも、前に進めていくということを各党の心ある議員はやるべきだと。外で偉そうに言うのはもうこれまでにしてですね。党内をまずまとめてくると、でまとめたものを持ち寄るということをぜひややってほしいなと思います、ね。はい、もうこの今のお話は自民党の良識派の方に向けて。あ、そうですね。はい、ぜひお願いします。自民党にも良識派ね、はい、大きい政党ですからいますので、うんうん、で、そこであの。 今年の憲法改正で維新さん国民さん有志の会さんが具体的な条文案を出しているってことを言ってくれた人が集会に行って、うん、あこの人を知ってて言ってんだなと、うん、でそうじゃなくてなんか50年一日ぐらいの九条改正しか言ってないっていう人は国会の中の議論もってないんだなっていうふうな、ねうん、ことをす、ね、ちょっと宣伝させてもらうと国民民主党さんと有志の会という、まあ、院内会派の3つのグループで一緒にさせていただいたのは。 まああの数あるどれにしようかという項目の中から議題に上がっている中から緊急事態条項、うんはい、緊急事態条項もまず緊急事態が起こった時に選挙 できない状況のような、まあ、あのいわゆる東日本大震災のようなものが全国的に起こった場合に国会議員の任期が切れたら国民を代表して意思決定をする期間がなくなる可能性があるとだからこれを任期延長を、まあ、どのような仕組みの中で認めていくかという、まあ、つまりちゃんと国家としての意思決定を、まあ、ちゃんと継続できるような座組が今はない。 のでまあ、それを勝手に内閣が決めるわけにもいかないから憲法に規定しましょうという、うん、まあそういうことなんですけど緊急事態条項ってもう一つ、ね、あ,のあってさらに進んだところで言うと緊急事態における国家の個人に対する国民に対する権限の行使の仕方っていうのはどこまで踏み込んでいいか問題っていうのが、うん、まあ今回のコロナであってこれは結構さらにハードルが高い、うん、で、でこれは今議論中です。うん、でこれも コンセンセサスが得れるところまで特に国民民主党さんとか、まあ、有志の会というのは党じゃなくて個人の集まった無所,5人、ね、無所属の5人なんでそれぞれ結構考え方色合い違うんですけどかなり近しい方もいらっしゃるんで、まあ、こういうことも一つ一つクリアしてなんかあの難しい問題だからずっと議論してたらいいと私は思わないので、まあ、ある程度まとめて。 で最終いろいろこの政治的にもこの合意形成がちゃんとできたものは前に進めていくということをやりたいなということで、まあ、緊急事態条項のことは我々もあの一つは緊急事態条項の国会議員の任期延長という意味ではもうほとんど固まったかなというところまではやっときましたね。 はいまあ、2段階目の難しい話はまた出来上がった時にインタビュー来させていただきますけど今の段階で何の話かっていうと要するに東日本大震災の時は地方議会の選挙を当然延期できたわけなんですけど今の日本国憲法では衆議院と参議院の任期を決めているので自動的に選挙をやらないと憲法違反になってしまっておかしなことになってるんでその不備は直さないともう条文上の絶対の欠陥なので直そうっていうことですよね。そうですねおっしゃる通り であの先ほど議会の権限と言ったのは、うん、その時に議会が不在選挙ができないのに議会が不在になってしまって、うん、内閣で勝手にやらせないように、うん、議会がその後も存在できるようにしておこう,う,うこと、ね、っていうこと,ううことおっしゃる通りですね,ですねはいはいいや実はその話昔あつい最近あの、うん、有志の会の北上敬朗先生のと。うんうん でお話しさせてていいただ確かに日本国憲法の条文の特に変えなければいけない、うん、もう絶対にこれ条文上の,の不備だっていうことで変えるのには賛成なんですけど、うん、一つ提言させていただきたいのは、うん、前提として間違いなく御憲派がネガキャンで言ってくると思うのは、うん、あの国会議員の任期延長っていうのは大政翼3回の時にやったので、うん、あの昭和16年って戦時中で、うん、しかも対米開戦直前だったのであの国会議員の任期1年 延長したらそれがかの悪名高い翼3選挙だったのでそれ一本であの一番最初の会見やるっていうのはあまりにもイメージが悪すぎると思いますので昔馬場代表に提言させていただいた七五三会見というのと合わせていただければ七条のに五色があるのでそれ直すのと五十三条は臨時国会の開かなければいけない期日が決まってないので政府が気まぐれにあの開いたり開かなかったりできるんで維新さん国民さんが国会法の改正あえっとこれは立憲さ 立憲屋さん維新さんとで。あの 国会法で改正しようとした内容を憲法改正で、まあ、国民民主党さん反対に回ったという経緯があったので、まあ、その7条と53条と合わせて今回の,あの国会議員の任期延長を合わせて3点セットで出していただければと思います。でもそれは非常に面白い上にやっぱ倉山先生のすごいなと思うところはそういう七五三っていうキャッチな国民、ね、の,の皆さんに覚えてもらいやすい、はい、あのとかくやっぱり緊急事態条項とかあのにという話になるとこれ結構テクニカルな話でも、はい あるじゃないですか非常に分かりにくいというか,か国民の皆さんに分かりやすくお伝えしてご判断を仰ぐという意味では、まあ、そういうね覚えてもらいやすいところからいい。 スタートし,あありましてですね皆さんにこう注目してもらうというのは非常に大事ですし今のアイデアはあの私も非常にあのいいなと思いますんでまた党内で、はい、あの参考にさせてもらいたいと思いますぜひ、はい、問んでいいただければと思います、はいまあ、今回9条の,の話っていうのはあの緊急事態条項の難しいところとさらにその最後の総本山みたいなものですので、うん、できもしないような勇ましいこと,というよりも現実の国会の議論を知った上で有権者の皆さんに判断していただきたい、うん、ということでよろし、はいでしょうか。はい はい。 であの最後の質問なんですけどまた選挙の話に戻るんですけれども私なぜ皇室と憲法、まあ、それから安全保障に関しても我々旧国シンクタンクの提言いくつも採用していただいて、うん、国会質疑なんかで行っていただいていただいてますので皇、まあ、室憲法安全保障って国家の基本政策ですねそれはマクロ経済政策でもお世話になっておりますけれどもそういうあの結局今までって自民党以外にまともな政権担当ノルが 政党がなかった。まともな野党第一党がなかった。今回、日本維新の会だったら、あのまともな政権担当能力あるんじゃないかという風うなあの期待があると思うんです。うん、藤田幹事長はそこはまだまだがっかりさせてはならない。大統領おっしゃっていますけど、<laughs> そうですね。あの、僕たちはやっぱり元々の成り立ちが。 あの自民党におられた松井さん前代表それから馬場さんもそうですねでこのお二人は私はやっぱり見てて多分自民党にいたらエースになられた二人だと思うんです <laughs> でもそれを若いうちに飛び出してで自民党を追い出して、まあ、いわゆる大阪は13年政権与党をさせてもらっているとでもこれは地方議会の話ですけれども、まあ、そういう自民党ってあのいいとこもたくさんあるけど 自民党が王女体すぎて、まあ、腐っていく組織的な問題っていうのがやっぱり国民の皆さんにかなり悪影響を及ぼしてるっていう問題意識はあってでやっぱりそれを変えようまたはそれに変わり得る選択肢がないと。うん まさにあの増税のことでもそうじゃないですか増税ありきで進んでいて、うん、ある種官僚のロジックにもう何、まあ、て言うんですかね丸塗りしてですね、うん、まあこれ増税ありきで進んでいくと。うん、でもまあ選挙前になるとその増税するよりもなんか目立つばらまきをやると。うん で結局既得権やしがらみに断ち切れないから全く歳出改革もなされないしまあ本当にこの,この先どうなんだろうとでも振り返ってみたらこのじゃそんなことを毎年今年はいいか来年はいいか再来年はいいかとやってきてもう予算規模は過去最大になり多分来年も再来年もずっと最大になりますよねでもそうやってやってきたけれどもこの30年間経済成長はしなかったし国民の負担は増え続けるとでこれね僕自民党のせいだと思うんですよ。 絶対に、うん、だって自民党がずっと政権やってるから <laughs> 民間のせいじゃないいと思いますだからやっぱり政治が変わればやっぱり国民の生活も変わるのでじゃあそれに対抗する勢力っていうのは今はないんですよね。うん、で立憲民主党さんは私それになるのはもう諦めたんじゃないかなと思っていて立憲さんがまともな政党やったらそれはそれでよかったのかもしれないけど、うん、まあ,あのそれはもう私は。 無理だろうというふうにこの一年ぐらいで本当革新してるし、でもしそれに我々がなるんだというんであればそれなりのやっぱ実力をつけないとまあ国民の皆さんにこ迷惑をかけるのでだからチャレンジャーとしての計画という意味で中期経営計画っていうのをまあ作ろうと思ったのがまあきっかけなんですよねだから一朝一夕には実力ってつかないんであのワンチャンスまたはラッキー何かの 天変地異とかで政権を取って権力を掌握しようなんてことは思ってないんですあの本当の意味で実力で選んでいただけるっていうところまで積み上げに積み上げてやろうというところでもちろんチャンスがあれば その時は来るかもしれないんですが早めに。ただあのそういう積み上げるということを大あの一番に重視して今政党運営をまあやらせてもらってるっていう感じです。まあそれがあの前半の統一地方選の、はい、まあか風よりも自自力をつけて、うんね、風は自力で浮かせるっていうことですけれども、はいはい、まあ期待値まだまだマックスではない。<laughs> そうですあいや期待値はかなりここ近年では一番期待値を頂い,いていると、うんはい、でやっぱりあの投票は実力以上に期待値で票が入ってしまうこともあるので、うん、あの逆に言うとその期待値をどれだけ大きく膨らませるかということは、まあ、私たちはあの政党を知っていただくという意味で広報としてはやるべきだとは思うんですが。 でも一方でがっかりさせちゃいけないので実力もつけていくとまあこれ両輪かなと思うんですけどね。うん。まあ政権担当能力は正直言うとまあ自民党さんのせいというのはまあそれはまあ政権与党一貫してたんでそうだと思うんですけど官僚機構の劣化がひどいなっていう、うんうんうん、これだから官僚側の責任もあるかもしれないけどやっぱ政治側の責任もあると思っていてなんかあの政権担当能力ってよく言われるんですよねで民主党政権担当能力がな なかったんじゃ我々は地方議会地方,地方政府ではあるけど国会ではまあ経験がないので、うん、まあ大丈夫とこう危ぶまれると、うん、でも自民党はさまざまな歴史の中で慣れてると思うんですけど、うん、でも政権担当能力政権経営能力が あるのかどうかというと僕あんまないと思うんですよねだってこの30年間低迷してるじゃないですか社会問題を先送りされてるじゃないですかつまり結果出せてるかというと僕出せてないと思うんですだから彼らに政権担当能力がまああるのは今うまくやってるからであって何事もなく 現状維持微修正をやってるだけで別にそれが経営能力があるとは全く思わないのでだからまあそういうことを想像しながら我々があの力量をつけていく、うん、そして官僚の皆さんともまあ,ある種の緊張感の中の信頼関係を作り上げていくっていうのがまあそこでまあ中継核でやっているということですけど次はもう野党第一党なる。はい でその次の次で政権取る、うん、あるいはそのもう一回までかかるかもしれないけど、うん、というお話ですけど、ちょ、うん、っと今のお話で言うとまあチャンスがあれば次を狙うけれど、うん、次は確実に野党大統領になるっていう話ですよ、ね。よ、うん、そうですね。これねあのやっぱりあの野党の人とか特に一回政権を取った民主党の人らはやっぱり一発で ひっくり返したいと思うわけですよねでもそれは僕は野党大統の責務ととししては正しいと思うんです、うん、野党大統は変わりる受け皿なので毎回の選挙であのやっぱりこう変わっていくというか受け皿になろうとするのは当然だと思うんですけど、うん、まあ一方で毎回ワンチャンス毎回ワンチャンス毎回政局をどうしようかとか組み合わせでその野党を一緒にしようかとかそういうことばっかり考えて 1>, 1回ずつ選挙を浪費していってねそれで3回4回経って結局対抗する勢力があの生まれなかったという安倍菅政権間のですねこの8年ぐらいじゃないですか結局であるならばまあ私たちはあの少なくとも次は野党第一党になりそしてその次の次かその次の次かでそうすると時間的にはだいたい5年から78年まあ10年弱となるとそこでどれだけこのまあ 積み上げられるかっていう現実的な目標を立ててですね、うん、あの結局10年後には本当の意味でまあ政権に対峙できる勢力が一つ。 国民の皆さんのために受け皿として存在するという状態をこの十年で僕作りたいなと思っていて、多分そういう考え方をする政治家って少ないと思うんです。毎回やっぱり次活動とか次ひっくり返したらとかこことここを足したら向こうの票よりも多いとか、まあ下らないことばかり考えるわけですよね。でも実力をつけるっていうのはそういうものじゃないから、結構地味なことなんですけど、でもそれが今日本の政治にこの近年足りてなかったんじゃないかなという問題意識はありますよね。じゃあ立憲民主党なんかと野望はしない。 そうですね、もうガチンコ勝負します。うん、次の選挙では。立憲民主党に言いづらくなっていきたいっていう人がいたら、どうされます。あの、これね、<laughs> はい、僕はなんかこう、この人は嫌だ、この人はダメだとか言って排除するつもりはないんですよね。うん、でも、なんか選挙のためだけに来るっていうんだったら、まあ、あんまり必要がないというか。うん、やっぱり僕らが考えていることに共感してもらって、うん、で、本当に、あの、政党は。 まあ受け皿というかその道具みたいな手段みたいなもんなんでやっぱり政策を実現し政治を正常化させたいと僕らは思ってるのでまあそれに共感してくれる思いが強くてまあ裏切らずにですねまっすぐやってくれる人ならば僕はあの別に個別個別ではいいと思いますけど、うん。うん 維新、まあ、さんもいろいろと M&A ではひどい目に遭ってますんで <laughs> これはねでもねなんかじゃなんか今日硬い話ばっかりであるんですけど、はい、やっぱりねうち僕はその M&A というか李郷周三時代にいないので、はい、当事者として苦労してないんであれですけどやっぱり組織の文化として。うん やっぱりいろんな人をこう窮剛したりしながら大きくなろうとして失敗してきたっていうのはやっぱり結構血肉になっていてかなり慎重にそれはやるべきだっていう組織文化ではありますねでもそれは正しいと思います組織を大きくする意味では。 なんかあの一気にこう一気に広がったものって一気に潰れるんでなんかでも少しずつ積み上げて強固になったものっていきなり風が吹いても倒れないんでまあそっちを僕は目指したいなとも思うし馬場さんの性格もそうで僕の性格もそうなんですだからまあ今の組織はそういうふうに目指してるんであの多少風が吹いてもあの逆風が吹いても崩れないそういう強さをつけたいなと思いますね、うん。 それでもやっぱり次の次って言ってると自民党からしたらじゃあ次は安泰だっていうふうになるかもしれないんですけどそ,のそういう批判に関してはいかがでしょうこれねあのそういうあの政権っていう意味ではそうかもしれませんあの政権というか選挙の後政権を、まあ、法案を1つ2つ3つと順調に通していけるという意味ではそうかもしれませんがあの実は自民党の中にも我々のことをかなり脅威に思って。 てて感じておられれる方も結構いいそなぜかというとう立憲民主党さん、まあ、特に共産党と組んだ立憲共産党さんは、うん、あの言ってみたら思想が全然違うしおそ、うん、らく外交安保非現実的に、まあ、国民の皆さんからも見えるし、まあ、そうするとそういうイデオロギーで叩けば、まあ、かなりもう消滅していく <laughs> というかあのそういう対抗 勢力だったわけですねで私たちは憲法それから外交安全保障、まあ、それから皇室とかも含めてかなり良識的だし、うん、現実的だしかなり近しいところもあるので、うん、まあエネルギーもそうですね。うん、なのでそういう根幹のところはぶらさずに例えばその構造改革とか内政社会保障とか、まあ、統治機構とかそういう本当に現代社会の,あの先送りにできない問題っていうものを議論し合えるというふうになると向こうとしては なんかとりあえずイデオロギーで叩いといたら敵が死んでいくという感じではない敵になるので <laughs>、うん、多分タフな戦いになると思うんですよ。僕らはそれを狙っていて憲法と一緒で僕らが力を持って本当に野党大統領になると毎週のようにそういう議論が行われると、うん、とりあえずスキャンダル追及だけをかわしていったら政権が安定運営できるというふうな国会がガラッと変わるとでそうすると僕は政治良くなると思うんですよねだからそれを目指すんであれば別に次回は自民党さん が与党のままでも別にいいと思っていて、僕らが野党大統になってそこでまあ決勝戦をガチンコでするというところまでいったら、うん、国民の皆さんの政治に対する目もちょっと変わるんじゃないかなと思ってはいまあ次の次と言っても一、はい、年で二回総選挙やった年が二回ありますんで、はい、<laughs> もうしんどいですね <laughs> まあでもあの僕も悠長にやるつもりはなくて、うん、まあ僕のキャリア見ていただいたらわかるんですけど補欠選挙当選してえ、うん、い 1> 1年え2年半か2年半で幹事長にならせていただいて、うん、今今丸4年なんですけど、はい、ちょうど前回の補欠選挙僕初当選の。うん あのタイミングだったんで、まあ、だから悠長にやってるキャリアではないのでやれることはさっさとやってですね、うん、あのしっかりと対抗馬になれるように自民党の本間の対抗馬になれるように党を育て,てあげたい結局もうまともな選択肢が2つないと選挙をやる意味がないっていうのは、はい、チャンネルグララでずっと訴えてきたことですので藤田幹事長そのある種の良識派の代表としていつも紹介させていただいてたつもりが1年もご無沙汰していましたんで選挙を勝つために来る人、はい 国家基本政策に関してちゃんとしたことをやってくださってる方ということでご紹介をさせていただきましたけど、はい、あ最後にあの視聴者の方のメッセージをお願いしてよろしいでしょうか。はい はい、皆さん今日次の衆議院選挙はあの非常に次は衆議院選挙がまあ主戦場になりますけれども、まあ、あのかなり近いんじゃないかという噂もありますしこの今回の末に、まあ、6月7月ぐらいに選挙があるんじゃないかとも言われてますから今ですねあの統一地方選挙がひとき区切りつきましたので候補者をたくさん募集しております。あの今ですね募集を あの4月23日の統一地方選挙が終わった次の日からも大々的にかけてましてですね結構ね反響いいんですよ<ー>もうパラパラ来始めてましてですね。はい 早いもんですまあでもそれ言ってがいが来ちゃうて <laughs> <laughs> まあそれは冗談ですが、はい、まああの本当に優位なあの候補者をどれだけ擁立できるかというのが、まあ、私たちの選挙戦略上もそうだし国民の皆さんの選択肢を増やすという意味でも非常にいいことですし日本の政治を正常化する第一歩だと思いますんであの我こそだという方はですね、まあ、ぜひうちの公募または維新政治塾とか説明会みたいなあのそういう受け皿も用意してますんでまあ ぜひともですね、あのご興味、ご関心いただければと思いますので、今後とも維新の会を応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面にま直面しているのではないのか。 その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか実はチャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで 日本が地球上で文明国として生き残るため。